お、なんかやってるね。あれもいいかもしれない。ちゃんと走ってんじゃん。え、私の。結構スピード出るんですね。これでも一応指数60ぐらいに落として。やっぱりドライバーがかつて栄光の野沢ワッチだから。かつて。だいぶかつて。そう。この大きく R を描くところがまた野沢ワッチらしい。このはあ、テストドライバーに採用しました。ええ。これ30ターンなんだ。これ 30.5 ターンですね。指数60以下。それ、指数とかギア比も固定なの？固定というか、まあ60以下にしてねっていう。で、電池は1600。あ、突然来た。3日ぐらい前に。あ、うん。お、だいぶいい感じに。これはきっと楽しくなって今日の夜のレースに出るな。垂れる。8分は多分ギリ。きっと。電池の制限も。うん、1600。そうそうそう。早い早い早いって7分ぐらいであれってなっちゃうみたいな。最近ね。どのカテゴリーじゃない。そう。1600は垂れますよ。でもね、垂れたらね、バッテリー壊れちゃいますからね。そう。あ、意外とまともに走ってんな。まあでも、電池の番組に走る分だけ電池多い。大丈夫、1500円だから。Ha ha ha.